はい、どうも皆さんこんにちは、ツンツンです。いよいよですね、明日4月3日なんですけれども、バリアントソウルっていうね、新しいメインのボックスが発売されます。でね、KC の前にいきなりまあギリギリね、メインのパックが来るっていうところで調整が難しいところかなとは思うんですけれども、まあこのパックどういうカードが収録されているのか、また引くべきなのか引かないべきなのか、そういったところについてお話していきたいなと思います。で、まず結論から言っちゃうと、普通にまあ課金する人は引いた方がいいと思います。それは間違いないと。で、そうじゃない人は一旦様子見でいいと思います。っていうのが、やっぱりメインのボックスっていうのはかなり課金額も増えてきますし、でジェムもらったりとか、ちょっと課金するっていう、セールの間課金するっていうのは、こっちじゃなくて、むしろシンラとかエイリアンとかそっちの方がいい場合もあるので、まあちょっと一旦様子見でいいんじゃないでしょうか。で、環境をとりあえず見てみて、この新パックのカードが増えそうなんだったらこのカードを向くみたいな感じで、一旦課金、ジェムの使用は我慢して様子見した方がいいんじゃないかなっていうふうには個人的には思います。セール分引くだけとか、そんなのは全然ありだと思いますけどね。で、どういうカードが注目なのかっていうと、まあエイリアンとかシンラのような無課金、美課金の方の枠としては、やっぱり強いのはアマゾネス関係ですね。このアマゾネスの吸収っていうカード、後で説明をするんですけれども、こういうのが出てきたので、アマゾネス関係がすごく強くなってます。で、汎用性の高いカードとかも増えてきているので、ちょっと UR、SR を重点的に解説していきたいなと思います。まず、はじめに気になるのは釣り天井ですね。これはフィールド上のモンスターが4体以上の場合、表側モンスターすべて破壊するっていうカードなんですよ。で、4体並ぶっていうことは、そもそもそこまでね、多くない、いやどうかな、こっち2体、相手2体っていうところもあるから分からんけれども、かなり劣勢の状態だったら、そもそもモンスターフィールドが3体なので、自分のフィールドのモンスターがいない限り、この釣り天井って発動することができないんですよね。だからリンクス環境でどこまでこのカードが有効なのかなっていうのは、ちょっと疑問に残るところはあります。ただ、対象を取らずに4体、表側表示モンスターを破壊できるっていうのは、すごく強いカード、パワーカードっていうことは間違いないです。で、自分のモンスターも巻き込まれちゃうので、まあ裏側のね、セットされたモンスターは釣り天井の効果対象になりません。だから、セットを多用する、例えばエイリアンとかシンラとかっていうテーマにとっては、この釣り天井はいいカードじゃないかなと。で、あとは効果破壊になるので、例えば効果破壊されて、嬉しいネフとかね、まあそういう風なカードに対しては、テーマに対しては釣り天井はいいんじゃないかなという風に思います。で、あとは個人的には忍者も面白いかなと思ってて、例えば分身の術で化けて、こっち3体展開して、で相手フィールドのモンスターを破壊、釣り天井で破壊するとか、でもこっちはセットだから破壊されないみたいな動きもできるので、まあテーマによっては釣り天井はかなり使えるカードじゃないかなと現環境でも思いますね。では次ですね、暗黒界の取引はバギーさんに聞いてください。バギーさん曰く、まあ環境トップは、暗黒界なんで、でその中のマストカードなので、まあこれは3枚いるんじゃないでしょうか。まあただ言うて、1枚ドローして、しかも1枚捨てれるっていう効果自体はすごい強いカードです。ただ相手からしても利用ができるので、まあそこはちょっと考えどころかなと思いますけれども、強いカードには間違いないです。まあ個人的には別に暗黒界は組まないんだったら3枚いる必要はないかなと思うんですけどね。で、プラズマバイスマンは、飛ばします。で次、終焉の炎ですね。これも強いと。こいつは自分フィールド上に、トークン、悪魔族、闇属性、星1の攻守0のトークン2体を守備表示で召喚できるんですよ。でただこのトークンは闇属性以外のモンスターのアドバンス召喚のためにはリリースできないっていうやつなんですけど、デメリット効果もあって、モンスターをこのカード発動しちゃったら、モンスターを召喚、判定召喚、特殊召喚できないんですよ。だから相手ターン中に速攻魔法だから発動すれば、次のターンに、自分のターンにアドバンス召喚ができると。だからエンドフェーズとかに打てばいいですね。
ですぐに使用する場合、これをすぐに打って使用する場合は、セットのみ、モンスターのセットのみ可能です。だから、レベル7、8モンスターをこいつリリースしてセットするっていう流れですね。あとはエネコンのリリース素材とかモンスターの、効果のための素材にするとかっていうのはアドバンス召喚じゃなくて普通にできるんで、まあ速攻魔法っていう時点でかなりこのカードは強いカードじゃないかなというふうに個人的には思ってます。まあ揃えたいカードですね。次、ハードアームドラゴン。こいつはまあ上級メインのデッキに入るかなと。このカードは手札からレベル8以上のモンスター1体を墓地に送って手札から特殊召喚できるっていう、まあこいつ自体の召喚権を使わずに、場に展開するっていう能力自体も強いと思います。あとこのカードをリリースして召喚したレベル7以上のモンスターは効果で破壊されないっていうね、シーステとかも効かないっていう。ただまあレベル7以上っていう時点でアドバンス召喚のために2リリース必要じゃないですか。だから結構ねこれ使える機会もそこまで多くないんだけれども、ただドラゴン族に限らないんですよね。例えばですけどアンティークギアのデッキに入れればアンティークギアゴーレムを、アンティークギアキャッスルの素材1個使って召喚するとかそういうこともできますし、あと場持ちして後々いいカードって言ったら、例えばザ・クリエイターとかだったら、レベル8以上のモンスターを1体墓地に送ってこいつ特殊召喚するじゃないですか。でまあ何かしらの方法で横に展開してザ・クリエイター出したら、さっき捨てたレベル8以上のモンスターをそのまますぐに特殊召喚できるんで、まあ強いかなっていう。で次ですね、これは、まあ、どのデッキにも入るようなカードじゃないでしょうか。このウィッチレイドっていうのは非常に汎用性が高く、ステータスも優秀で、さらに効果も強いっていう、非常にいいカードだと思います。これは、まず、召喚に成功した時に、相手フィールド上の魔法トラップカードすべて破壊なんですよ。これめっちゃ強いでしょ。召喚に成功しただけで魔法トラップ全部っぱですからね、相手フィールドの。で、ただデメリット効果としては、この効果発動するターンは、ヒーローモンスターしか特殊召喚できないっていうデメリット効果があります。で、ただ星の関係で、じゃあ2体リリースしないとダメなんっていう風に思うかもしれないですけど、これアドバンス召喚する場合、モンスターの代わりに自分フィールドのトラップカードをリリースできるんですよ。例えば、もうすぐに思いつくるとこでいくと、強化蘇生とかね、絡めると。例えば、相手のターン中に強化蘇生でモンスター1体復活させれば、それでモンスター1と強化蘇生1の2枚のコストが確保できるから、それでウィッチレイドをお手軽に召喚できるっていうね。だからトラップカードをリリース素材にできるっていう時点で強化蘇生とも相性良すぎて草ですわね。あとストラク、この前のストラクだったらパラディンオブフェルグランドいるじゃないですか。あいつでまず例えばブルーアイズを装着して、で、破壊されるとするじゃないですか。で相手ターン中に強化蘇生で復活してアークブレイブドラゴンとかを召喚すると、くっつけると、で強化蘇生とパラディンをリリースしてこいつウィッチレイド出すと、まず、魔法トラップ全部っぱじゃないですか。でその後に次のスタンバイフェーズにアークブレイブドラゴンの効果でブルーアイズを取ってきたりとかね、まあそういう風なことができるから、そのストラクにも普通に入ると思うよ。だからどのデッキに本当もう入れれるような汎用性が高いから、これ1枚は持っときたい。で2枚とか持っててもいいかも。3枚はねデッキに入れるかっていうとちょっと重くなりすぎるから微妙なんだけど、まあ2枚ぐらいは持っててもいいんじゃないかなっていう風なカードですね。だからもし無課金、微課金の方でこのパック引くんだったら、まあこいつは取りに行ってもいいカードじゃないかなと思います。一応今まで出たカードでいくと、まあ釣り天井は、まあ欲しいかな。テーマによっては強いから釣り天井も取りに行きたいカードだし、これもテーマによってはってところだね。まあまああった方がいいかなっていう。でもまあ無課金っていうくくりで行くんだったら妥協しちゃってもいいんじゃないっていうふうにはちょっと責任は持てないけど。あと、ウィッチレイドも、まあ、1枚は欲しいかな。っていうカードです。では、次。カラクリ忍者サザンク。なんだかんで言ってね、個人的に一番注目してるカードなんですよね。なんでって忍者だから。やっぱり忍者は自分にとって一番思い入れがあるテーマだし、
なんとかして使いたいっていう気持ちは常に持ってるのね。でなかなか今の環境で使いづらかったんよ。ただこのサザンクが出てきてくれたことによって使いやすくなったかなっていう。すごくこいつはまず攻撃可能な場合は攻撃しなければいけないっていうちょっとしたデメリット効果があるんだけれども、で強いのはリバースした時にフィールド上の表側表示のモンスター1体を選択して破壊でもないです、除外でもないです、墓地へ送るんすよ墓地へ送るんすよ、わかります？破壊でもないっすよ。で墓地に送るんでダーキニと一緒なんですよ。でもこっちは選択できるダーキニです。こんなもう強いわ、もう弱いわけがなくて強いんですよこんなの。もうしかもこれはリバースモンスターじゃないから、そういうリバースモンスターに対してメタってくるのも効かないし、リバースした時にもう一体墓地に送るっていうね。しかもリバースしたターンは直接攻撃ができるっていう、まあ1200の直接攻撃何気に結構でかいやろっていうね。こいつはまあ忍者を組むんだったら自分はちょっと忍者デッキに3積みしたいなって思ってるぐらいの、まあもうサザンクは強カードじゃないかなと思ってます。で星3っていうのもチートかなと思ってて、星4忍者からでも例えばエビスからでも分身で星1とこのサザンクにばらけることもできるし、石竜とかだったらサザンクもできるからね。いや強すぎみたいな。黒竜だったらサザンク星1だよみたいないや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 強みたいなっていうのが、まあこのサザンクの自分にとってのすごいいいところの評価にしてるのは星3っていうのも理由の一つですね。っていう風な感じで、こいつは自分はめっちゃ入れたいなと思ってるカードの一つです。まあ実際に使ってみてねどうなんかなっていうところはあるけど、まあ一応今の現段階では入れたいなと思ってるカードです。次、エクリプスワイバーン。こいつはまあ光属性レベル4ドラゴン族っていう、まあいろいろ恵まれてる属性種族を持っていて、でその中でもまあ効果からちょっとやっていきますけど、まず墓地へ送られた場合に発動するっていうこと。この効果は要はどこからでもいいよ、墓地にさえ送られればいいからすごくいい。でデッキから光属性または闇属性のレベル7以上のドラゴンを、一体除外するっていう効果があります。でさらに墓地のこのカードが除外された場合、1の効果で除外されているモンスターをハンドに加えるっていう、まあ疑似的なサーチ効果があります。一応闇属性の例えばダークホルスドラゴンだったっけ、あいつとかだったら闇次元とかで出すこともできるし、まあまあなかなか強いかなっていう。でこいつはまずダークフレアドラゴンと相性がいいでしょ。ダークフレアドラゴンの効果でこいつ自体を除外すれば、さっき除外した、ドラゴン族をサーチできるっていう。まあ他には天罰のコストとかにもできるし、こいつあと初行の騎士の効果でデッキから墓地に送っても効果発動するしみたいな感じで、なかなか強い感じじゃないかなと思います。聖黒竜後ろドラゴンとも相性がいいんですよ。でこの、まあ、どういうカードかっていうと、ちょっと後ろドラゴン見ますね。まあ聖黒っていうのも今回の新しいテーマなんだけど、こいつね、要は自分の墓地のドラゴン族光族モンスターと通常モンスターを1体ずつゲームから除外して手札から特殊召喚できるんですよね。だからさっきのあの除外されたら除外ゾーンの、モンスターをサーチしてくるあいつ、エクリプスワイバーンを除外することによってもう一気に展開できるっていう、展開っていうかまあ効果を発動してサーチができるっていう、完了するっていうカードです。でこのカードが破壊される場合、代わりに、聖国と名の付いたモンスターを一体リリースできるっていう疑似的な破壊耐性もあります。しかも攻撃力2800なんで、召喚権使わずに2800のモンスター出せるっていう時点でそもそも強いかなっていう。ただちょっと墓地を蓄えないといけないので、スピードデュエルっていうところにおいてどこまで対応できるかなっていうその不安はあるんだけれども、ただ効果自体は今のリンクス環境ライフポイント4000っていう環境では強いんじゃないかなっていうふうには思ってます。まあ攻撃力2600だからクジラにも勝てるしね、シーステム無視して。
それ以外にただねレベル7、8以上のまあドラゴン族でいいモンスターっていうのがそんな多くないから今後に期待っていうところなんだけれども、一応今回のパックでそういう動きもできます。まあ、ドラゴンデッキ組むんだったら3積みしたいところではありますかね。まあ、今後ドラゴンデッキ強くなった時のためにまあ持っておいていいカードなんじゃないかなと思います。即戦力っていうわけではないですね。だから目先の勝利っていうためだったらもうこいつはリセットするのももうやむなしみたいな感じで自分は考えてます。まあ、無課金、美課金の人だったらね。次、この暗記、こいつも強いですよねマスクチェンジの効果へのみ召喚可能なんだけれども、マスクチェンジっていうまあこの速攻魔法があるんですけどね。あ、まあマスクチェンジの効果から言いましょうか。ヒーローモンスターを1体対象として発動して、そのモンスター墓地に送って同じ属性の M ヒーローを特殊召喚するっていうのがマスクチェンジで、まあ速攻魔法っていう時点で すごい強いんだけど、まずこいつ効果があって、直接攻撃が可能なんですよ。ただ与えるダメージは半分っていう、だから1400ね。ただ聖杯をダメ捨てで打つと3200まで攻撃力上がって、しかもデメリット効果なくなるから3200のダイレットアタックができるっていう、まあダメ押しには使えるかなっていう。まあ個人的にはそこまであんま聖杯でその不意打ちをしようとは考えてないんだけれども、まあいい効果かなっていう。で、直接攻撃するっていう効果とちょっと反比例しちゃって うまく噛み合わないんだけれども、相手を戦闘破壊して墓地を送った場合、チェンジと書かれた速攻魔法カードを1枚手札に加えることができるんですよ、デッキから。だからマスクチェンジを今回だったらね、サーチできるっていう風な効果もあります。で、ゆくゆくは例えば E ヒーローシャドウミストっていうのが召喚成功時に、マスクチェンジをサーチできたりするんですよ。だからそういうのでサーチしてこの暗記を、すぐにサクッと出したりとか、そういう風な展開もできるようになってくるんじゃないかなというふうには思います。ただエクストラデッキの関係でまあ2枚とかしか入れないと思うから3枚はいらないかなっていう、1枚じゃちょっと足りない時もあるかなっていう感じだから、個人的には2枚枠ですかね、暗記は。はい、では次はねバージェストマ、カナディア、こいつですね。こいつは、普通に強い相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象としてそいつ裏側守備表示にするんですよ。だからダキニとかも3700まで攻撃力上がったとしても、でみたいな、そんな感じですねでしかもトラップカードが発動した時にその発動に遅延して、墓地でこいつを発動できる。じゃあ、通常モンスター扱いってなくて水属性、水属の、星2の攻撃力1200、守備0のモンスターとして特殊召喚できるんよ。でトラップカードとして扱わないんだけど、これが強いかなっていう。例えばこいつクジラデッキに入れれば、例えばね相手のモンスターを裏側守備表示にして、まあ防御札としてもなるでしょ。でしかも強化蘇生の効果に発動にチェーンしてとかシーステにチェーンしてこのカナディアを撃てるから、そうすると水属性モンスターが場に2体とか並べやすいんですよ。でクジラの効果も使いやすいっていう風な感じだから、クジラデッキと特に相性がいいんじゃないかなっていう風には思ってます。素材確保は余裕かなっていう。あとバージェストマっていうトラップカードが結構多くて、例えばこいつだったら手札からバージェストマカードを1枚捨てて2ドローできるっていう風なやつとかもあるんですよ、補助カードとしてね。だからこのバージェストマっていうトラップカードは使い方によってはすごい強いかなと思います。ただ無課金の人がじゃあこいつを3枚集めた方がいいのかっていうよりも、こいつはまあ1、2枚、まあ2枚とかあればいいんじゃないっていうふうには思ってますね。まあこいつメインでなんかぶちのめしていく感じではないからまあとりあえず2枚でいいんじゃないですかね。自分は3枚集める枠ですけどね。でウルトラレアまとめると、自分は3枚、まあ0枚0枚、まあ3枚、いやまあこいつは2枚でもいいかな。3枚、2枚、3枚みたいな感じで考えてますです。そんな感じです。じゃあとサクッと SR のところ行きましょうか。あんま長くなりすぎてもね、いつも話長いから次
次、鎖付きダイナマイト。こいつは、普通に攻撃力500アップのカードなんですけど、プラスの効果で、効果破壊された時に場のカード1枚破壊できるっていう。で、ダブルサイクロンとか組み合わせてもいいんだけど、なんかそこまで枠取るのも嫌だし、コンボし、そこまで頑張ってコンボして、まあなんか2枚破壊かっていう、22交換かみたいなところもあるから、あんまりなんですよね、個人的なにはダブルサイクロンと合わせるのは。で、それよりも、例えばネフとかみたいに能動的に効果破壊するカードと合わせたらもっとおもろいんじゃないかなっていうふうには思ってます。で、あとは次、DDM ですね。こいつ、まあ一旦に一度魔法カード1枚捨てて除外されているモンスター1体を特殊召喚するっていう効果自体は強いんだけど、まずこいつ星5だから出しづらいっていうところとか、まあ魔法カード1枚捨てるっていうのがそもそもまあコストとしてまあまあ重いからね、そこがちょっとしんどいところかなっていう。ただまあマジックストライカーとかとも相性がいいとか、まあマジシャンズサークルにも対応してるところとか、まあそういういろいろいいところはあるんですけど、まあ現状そこまでかなっていうふうに思います。で、次元の裂け目っていう、まあお互いの墓地へ送られるモンスターは除外するっていう効果がある、カードが出てくると、まあ除外ゾーンに行くから、そこから、DDM の効果使って復活させて相手は墓地活用できないみたいなこともできるから、そういうのが出てきた時にちょっとコンボとして、こいつ入れるのはありかなっていうふうには思ってるんですけどね。いらないごめんなさいね、ちょっといいヒーロー好きな人は。これね、別にね、欲しい7でしょ。7で出して2600のステータスをまずダキニに負けるからちょっと微妙だし、守備表示モンスターを攻撃した場合貫通っていうのもね、いや別にそこまで求めてないかなっていうのは個人的にあるんで、まあ、まあパック引いてればそのうち当たるんじゃないみたいな感じで思ってます。魔合神ソルキウス。こいつは、まあ、普通に手札、墓地に存在する場合、手札から2枚ね、墓地を送って、特殊召喚するっていう効果あるんですよ。2枚って結構コストとしては大きいように感じるかもしれないんですけど、召喚権使わずに、この上級一体を特殊召喚できるっていうのは普通に強いかなっていう。だから実際2枚捨てて、1枚を召喚みたいな。まあ、特殊召喚だから召喚権使わないみたいなね。ただまあそれ以外に効果ないから、何か墓地活用できるカードと絡めたいかなと思ってます。例えばですけど、まあこの魔合神っていうテーマで言ったら、例えばこのガナシアとかだと、こいつは墓地にするときに特殊召喚そのままするんですよね。だから召喚権使わずに2体並べるとかもできます。まあそういう風な感じで使っていくのがいいのかなという風に思いますが、まあ実際そこまで魅力的な、自分が魔合神っていうテーマそこまで知らないんで、あんまり魅力的には映ってないですね。まあ普通にパック向いていて、そのうち集まったらいいかなーっていうぐらいの感じで、これも思ってます。で、捨てるっていうわけじゃなくて、コスト扱いなので暗黒界には使えないので注意が必要です。ダブルサイクルはまあ前回見ましたね。で、マスクチェンジはさっき説明したように普通に強いと。アマゾネスの秘宝はいい。アマゾネスモンスターに装備可能なんだけど、装備モンスター一旦に一度だけ戦闘破壊されないんですよ。戦闘破壔されないって強いよね。で、装備モンスター攻撃した場合、相手から殴られた場合じゃないよ。攻撃した場合、その攻撃を受けたモンスターをダメージ計算後に破壊するっていう風な効果もあります。まあ強いっていう。で、こいつ、カラクリ無双ハイパーは、普通に2100打点っていうのは強いかなっていう。まあ、いきなり出てきて2100だからね。まあ、強いわっていうね。貴族性、機械族っていうのも割といいんじゃないかなと。ただ、こいつ忍者じゃないんで、さっきのカラクリ、サザンクと、カラクリ忍者、サザンクと違って、忍者ではないので、まあ、忍者デッキとかに入らないけど、まあ、普通に強いカードかなって。まあ、そのうち集まったらいいかなっていうふうに思ってます。フォトンワイバーンはね、鳳凰でよくねって思ってるんで、まあこいつは別にいらないわっていう。ギアギアタッカーは、ギアギアっていうテーマの中ではかなり、アタッカー枠として強いカードかなっていう。で、一旦に一度だけ裏側守備表示にできるんですよ。で、リバースした時に、このカード以外のギアギアっていう名のモンスターの数までね、
このカード以外っていうのがちょっとねネックなんだけど、フィールドの魔法トラップを選んで破壊するっていう風な、まあ強いモンスターです。で、このギアギアダッカーは、これ、ギアギアンカーとも、まあ相性が良くて、このギアギアンカーは、まあ同じような効果なんですけど、こいつは魔法トラップじゃなくて、フィールドのモンスターを破壊するっていう風な効果があります。だから、こいつでモンスター破壊、ギアギアタッカーで魔法罠破壊、みたいな感じになります。あ、そう、ちなみに、ちょっとさっき言わせたんだけど、アマゾネスの秘宝を使って、まあ、アマ剣とかね、にすると特攻できるし、アマゾネスの賢者だったらバック破壊もできるし、みたいな感じで有能かなと。で、フュージョンリカバリー、じゃあごめん、フュージョンリザーブっていうのは、普通に、まあ、強いかなと。融合デッキには入るカードじゃないかなと思います。エクストラデッキの融合モンスター1体相手に見せて、そのモンスターにカード名が記載されているね、融合素材モンスター1体をデッキから手札に加えると。で、さらに墓地の融合をハンドに加えるっていう風なカードです。まあ、普通に強いかなと。一気火星はいらないかな。これ1500アップっていうのは魅力的なんだけど、通常魔法だから、速攻魔法じゃないっていう時点で使いづらいよね。相手ターンに使うこともできないし、自分で使うとしてももう1500アップした状態で相手にも見えちゃってるから、うん、まあ使いづらいカードかなと。特にリンクスは横向きにするカードが結構流行ってるんで、まあアヌビスとかエネコンとかで終わっちゃうっていう点を考えると微妙かな。 SR 枠はそんな感じです。で、まあ他にちょっと R 枠とかでね、いいカードとかがあれば見ていきたいと思うんですけど、ああこいつとか、まあ打点1500って低いんだけど、手札1枚捨ててこのカードの、攻撃力以下の守備力を持つフィールドモンスターを1体選択して破壊という風なカードです。例えばまあ戦時ごととか破壊できますよね、機械天使相手だとすると。例えばこっち高校で相手機械天使で戦時ごとだけピンポンって立ったとしたら、こいつで捨てるのはこいつソルキウスとか捨てるじゃないですか。で、戦時ごと破壊するじゃないですか。で、その後に、ソルキウスの効果で蘇生して、粉砕すれば、4000打点超えるんで、で、ワンキルという風な感じの動きもできます。まあ、魔合神っていうテーマでは、このガルバスは、採用範囲じゃないかなと思います。あとはね、あ、これ、アマゾネスの闘士は、普通にアマゾネスモンスターが、自分の攻撃力より高いモンスターを攻撃するときに攻撃力1000アップっていうのは普通に強いかなと思います。まあ、ただ、破壊するっていう効果がね、あるんで、このアマゾネスの秘宝とかで。まあ、そこまで求められてないかもしれないけど、まあ、一応アマゾネスの闘士っていうのは強いカードです。攻撃力1000アップなんでね。あと、マスクチャージっていうのは、墓地のヒーローモンスター1体とマスク、まあマス、今回だったらマスクチェンジ。要はチェンジの速攻魔法を1枚を対象として手札に加えるんで、これ1枚で2枚回収だから普通に強いよねっていう。もう一回マスクチェンジできるじゃんみたいな。素材あるからね、みたいな。そんな感じです。あとね、アマゾネスっていうくくりでいくと、このアマゾネスの吸収。こいつ R にしてるあたり、今回、まあこれ普通に UR でもいいカードだと思うんだけど、まあ、無課金枠はアマゾネスなんかなーっていうふうには思いますね。まず、これ書いてること全部強くて草なんだわ。まず一つ目が、手札からアマゾネスモンスター1体を、自分相手のバトルフェーズ中に特殊召喚できるんですよ。召喚権使わずに特殊召喚ポッてできるんだけど、これが攻撃力500アップなのね。それで強いと。相手天使っぽかったら、まあ、そもそもモンスター展開せずに、このバトルフェーズに入ったタイミングで吸収打てばいいから、もう強いだろうっていう。でしかも、アマゾネスモンスターと戦闘するときに、なんですけど、ダメージ計算後にね、そのモンスター除外なんですよね。破壊耐性と関係ないから、みたいな。除外するから、オッツー、みたいな。そんな感じなんですよ。めっちゃ強いでしょ、これ。しかも、破壊されて墓地に送られた場合、墓地のアマゾネスモンスター1体を、特殊召喚するからね。もうそれも強いやろっていう。もうこれ書いてるの全部強いわ、っていうね。っていう感じで、めっちゃ強いんですよ。で、なんですけど、それ、
絡めてアマゾネスペットベビータイガー、これもアマゾネスカードなんですけど、こいつも強くて特殊召喚して横に展開できるんですよ。でどういうことかっていうと、手札墓地に存在して自分フィールド上にモンスアマゾネスモンスターが召喚、特殊召喚された場合に発動できると、このカードを特殊召喚するっていうね。だから墓地にこいつがいればくる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 回るんで、こいつだけだったらただのちょっとした壁にしかなんないけど、アマゾネス吸収と絡めればくっそうざい動きできるんで、まあ普通にアマゾネスとして強くないっていう風なカードですね、こいつは。だからもうそういう意味でアマゾネスの剣士とかもなんだ、クジャク前から手に入るから、無課金の人からしたら今回アマゾネスデッキ組んで普通に環境に入るんじゃないかなっていうふうには思ってます。だからセール分とかだけでも引いてもいいかもしんないねっていうふうな感じのパックでした。まあ、安定してこのパッケージのヒーローはちょっと微妙かな、こいつね。まあ別にそこまでして出さなくてもいいかな、どうだろう。攻撃表示のモンスターを1体破壊するっていう効果だけだからね、まあ個人的にはそこまで魅力には感じてないです。では自分 OCG やってないです。だから情報に関してもっと今後の展開とか見たわけじゃなくて、今のカードプールとあとウィキとか調べて得た情報です。それをまあ皆さんが調べる時間少しでも短縮できるようにと思ってやってるので、まあ一個人の意見として捉えていただければ幸いです。でまあこのカード実はこういう使い方あるよとか、この今の解説間違ってるよみたいなのがあればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。では今回の動画以上になります。チャンネル登録高評価ぜひともよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。